はい、こんにちは。ヘルス TV のゆうごうです。今回の、配信では、なぜ、こういった内容のテーマを、配信しようと思ったかというところを、まあ、動機ですねを説明していければいいかなと思っております。まず私が、普段している仕事と関わることなんですけど、以前、お話しさせていただいたように、私は普段理学療法士として働いています。高齢者の方のリハビリをすることが多くて、で、その健康について考えさせられる場面が多くあって、まあ、そういった内容を知識だったりとかを、皆さんにお届けできればいいかなと思って、配信の方をしていこうと決めました。特に気になるのが、最近寿命ってすごく伸びてきてるんですよね。今だったら、まあ今現在生まれた子供が、の平均寿命が、女性が、87歳で、男性が80歳ぐらいだと言われています。まあめちゃくちゃ長生きですね。一昔前だと、まあ、70歳だとかその辺がアベレージだったと思うんですけども、もう年々年々、そういった寿命っていうのは伸びてきています。ただ、最近言われてる健康寿命が大事だと言われてて、健康寿命は何なのかっていうと、まあその名の通り健康でいれる寿命ですね。まあ、寿命が長くても例えば、まあ、寝たきりで、もうずっと何もできないような状態で生きている方もいらっしゃって、まあ、それも寿命のうちには入るんですけど、健康寿命には入らない。で、まあ、健康寿命の、アベレージも、最近出されていて、大体女性だと74歳ぐらいで、男性だと72歳ぐらいと言われています。なのでその差で言うと大体まあ12、3歳、まあ、18歳から10歳ぐらいですね。12歳ぐらい、うん、差があると言われています。その差が何かっていうと、やっぱり最後の寿命が尽きる最後の10年間は何かしら健康が、阻害されているっていうような状況が生まれています。で、まあそういった状況っていうのはなかなか嫌ですよね。この健康寿命っていうものは2000年に WHO が提唱しているものなんですね。で、まずそもそも健康とは何なのかっていうと、これも WHO が、1948年に、提唱しているものなんですけれども、まず身体的で精神的社会的に、完全に、良好な状態であり、まあ、単に病気がないだとか虚弱ではないということではないというふうに、言われております。まあ、単純にどういうことなのかっていうと、まあ、ただ単に病気しないから健康だとか、まあ、体が弱くないから健康だとか、そういった意味合いじゃなくて、まあ、そういった意味もあるんですけども、例えばそういう身体的な面以外にも、いった精神的、まあ、ストレスだとかですねが感じられる場所だったりだとか、社会的、例えばまあいじめにあったりだとか、まあ会社勤めしている方であれば会社の中での環境が自分に合っていないだとか、そういう 社会的な、面も含まれて3つのところが、合わさって、完全に良好な状態を健康と言います。で、この健康が阻害されていると、まあ、何かしら、人体に影響があると。要するに、まあ、寿命は伸びてきてるけど健康寿命も大事ですよっていうことを言いたくてですね。で、その健康寿命を伸ばすためには、健康っていうものを、普段から意識して、生活していかないといけないからというところを、配信していきたいと思います。まあ、死亡原因で考えると、最近、トップ3の、死亡原因が、まあ、一番最初に来るのががんですね。悪性新生物、これで亡くなる方が一番多いです。で、2番目に多いのは心疾患、まあ、心臓病ですね。まあ、心筋梗塞だとかが、想像しやすいかと思います。で、3つ目が、脳血管疾患、脳梗塞だったりとか、脳出血だとか、
まあ、脳の、血管が、まあ、破れたりだとか、血管が詰まってしまったりだとかっていうのが、まあ、今の日本の、死亡原因の第 3位、2位、1位というふうになってます。でこの3つの原因はもうほとんど生活習慣によるものだというふうに言われてます。はい。で、その生活習慣なんですけど、例えば、食事だったりだとか、まあ、睡眠だったり、あとはまあ、運動ですねっていうのがものすごく大事だと言われてますね。うん、どうですかその辺、皆さんはできてますか？食事に意識できたりだとか、睡眠、質のいい睡眠取れてます？あと運動しますか？うん、まあその辺が、大事にはなっていきます。でなかなかまあ、今いる環境では、まあ、運動ができないだとか、質のいい睡眠が取れなかったりとか、まあ、食事が取れない、まあ、あとはその知識がないからなかなかできないっていうのと、まあ、やる気に起こらないっていうところが、大いにあると思うので、まあ、ぜひ、このチャンネルを見ていただいて、まあ、知識もつけてもらって一緒に運動できていければいいかなというふうに思いますので、これからもチャンネル登録よろしくお願いします。